久保さんあの僕がですね、持ってたのが 34GT-R の v スペック2なんですよ。で、これがあ,のあんまりなくて、だから高値だったっていうね、23万キロぐらい走ってんだけど、普通じゃない金額で売れたっていうね。 うん、だからその GTR の中でもスペックがあってそのまあもっと高いやつはニュ v スペック2ニュールっていうのがもっとすごいんですけども,もっとあとはニスモのカスタマイズしてるやつとかも,もっと上のやつもあるんですけどまあ一般的に変えるスペックの中では一番た高かったかなあ、まあ、一般的に変えるって言ったらあれ,あれなんですけどお金払えば誰でも変えるんだけど誰でもではないかまあまああのその VSPEC2 っていうところが良かったっていうところですね うん、そう。まあ、あの、下がってないですね、全然ね。まあ、僕もたまに見るんですけど、もう、売って1年経ちますけど、そう、下がってないですね。むしろ、またちょっと上がってんじゃないかな。まあ、こういう、ちょっとこういうのはありますけど、またちょっと上がってる感はあるかもしれないですね。うん。多分まあ、これは落ちることはないでしょうね。うんもうこ、もう、もう、これが、もう、なんか当たり前みたいになっちゃって。 で、この前ね、あの、86見てたんですよ、久保さん。86。で、86はね、安いっすね。やっぱ台数あるし、やっぱ今も生産してるし、なんで86を見てたかっていうと、去年かな、アップデートしたんですよ。今まで 2000cc だったんだけど、2400cc になって、で、結構、その、全部、結構変わったんですね。で、86も10年、販売が10年経って、ちょっと変わったんですよ。で、まあ結構見てたんですよ。で、MT 車って、そんなにないので、 うん、だから昨日見てたのはポルシェ見てたんですけど、ポルシェも MT 車あるんですよ。MT 車を置いてるのが、フェラーリはないですね、MT 車。ランボルギーニも MT 車ないと思うんですよ。6速マニュアルみたいな、クラッチ入れてみたいな。で、右ハンドルですかね。僕、左ハンドルあんま好きじゃないので <laughs>。ね。左ハンドルでマニュアルだとこっちなんで、右ハンドルだとこっちでこうガチャンって切るんで、うん、右ハンドルで6速 MT はポルシェとか、 まあ BM もありますけど、BM はね、なんかね、あんま、うーん、パッとしたのが僕の,のないんですよね。うん。そう。だからその遊び用の車ですよね。そう。あちょっともう、もう一台ちょっと考えてるんですけど。うん。だから、86とかね、安いやつは 100, 100万とかで売ってるんですよ。まあ、10万キロ超えてるやつなんかは100万、100万ちょっととかで売ってるんですよね。安いっすね。 な遊び用の車として、なんかや,やっぱね、MT がね、やっぱいいっすね、恋しいっすね、クラッチつないでっていうのが。だから、その、マニュアル、まあ実際僕、マニュアル車、MT 歴が18の時からずっとに、なんですか、30ぐらいまでだから、10年以上ずっと、まあ、あのマニュアル車だったんですよ。で、まあ、GTR もずっとマニュアルですし、ただ、まあ、マニュアル車しか乗ってなかったんですけど、 でまあ去年ですか、M、あのオートマ、Z4 オートマ買って、やっぱね、18年ぐらい、こう、あの、MT 乗ってるとね、なんかね、楽が辛いというか、眠くなるんですよ。うん。どっちが楽っていう、なんか楽だけど眠くなるみたいなね。<laughs> いや、ほんと眠くなりますね。なんか、あと楽しくない まあ燃費は良くなりますよ。なんか、オートクルーズみたいなのもついてるので、もうアクセルも踏まなくていいし、何ももう高速道路とかピッてやっても終わりなんですよ。だからここでもう、なんか速度とか変えたりとかしたりとか、もうするだけで OK みたいな。で、あと自動ブレーキもあるので、あの、前に車が来たら勝手に減速してみたいな。っていう機能もあるんですよ。だから本当に高速なんか超眠くなりますね。うん、ハンドル握るだけですから、もう何もしなくていいっていう。 で一定の速度で燃費はいいけど一定の速度でこうね走ってくれますけど眠いまあどっちが楽かっていうとまあ楽なんだけどうーん面白みはあんまないっすねうんやっぱマニュアル車18年乗ってきたあのあれとしてはだからやっぱねちょっと頑張って MT 車をねまあ34はもう なんですかね3、4ももう一回買ってもいいかなと思ってたんですけど、なんかどうせ買うんだったら、なんか違う車もたね、試してみたいなっていうところもあって、まあ、価格も高いですしね、だってそれ、3、4古いじゃないですか、車的には。だから今、3、4が1700万とか2000万とか3000万するわけですよ。で、この価格で最新のポルシェの MT 車乗れるので <laughs>。 最新の M、ポルシェの MT 車どうなのかなみたいな。同じ価格だったら最新のどうなのかなっていう。一応僕はその、昔に乗った経験がね、10年ぐらい3、4に乗ってた経験があるので、うん、それと比べたいなっていうところもあるし、でももう一回乗ってもいいなっていうのもあるし、まあそれはまあ、ちょっと今、いろいろと見てるのが楽しいんで、見てます <laughs>。とりあえず次、MT 車ですね。MT 車。 うんでもね、ポルシェはね、オープンカーでもあるんですよ、MT が。オープンで MT が、718か。718スパイダーっていうのがあって、それ MT だし、オープンみたいな。これね、M、MT でオープンあんまないですよ。<laughs> うんまあ、あのどっちが楽なんですかね。いってらっしゃい。